アンキャロル・ムーアは、アメリカの図書館員、児童文学評論家。キャロライン・ヒューインズと共に、児童図書館の先駆者として知られている。メイン州リメリックの出身。20歳で、ブラッドフォード・アカデミーを卒業するが、1892年に、両親が相次いで他界。それを機に、ニューヨークに移り住み、ブルックリンにある、ブラッド学院で、図書館学を専攻する。 プラット学院の児童図書館ムーアは1896年にプラット学院を卒業するとそのまま同校の付属図書館に採用されて児童図書館の担当となる彼女はそこを児童が好む装飾で飾るとともにストーリーテリングを重視した児童サービスを行ったプラット学院の図書館には図書館長メアリライト・プラマーがいた プラマーは1894年から図書館長を務め、児童図書館の設置にも寄与した人物で、このプラマーの勧めでムーアは、プラット学院の児童図書館の担当者となった。プラット学院卒業直後、ムーアはクリーブランドでのアメリカ図書館協会に向かい、当時ハートフォード公共図書館長を務めていたキャロラインヒューインズと出会った。に、サービスに、 関心の高かったヒューインズとムーアは1900年にアメリカ図書館協会に児童図書館クラブを創設し初代議長となったこの児童図書館クラブは ALA の児童サービス部会へと発展したムーアはプラット学院の児童図書館を開花式の公開図書館とし貸し出しを行ったまたテーマ別の図書リストや図書の展示登録の制約そして ストーリー、テリングを取り入れるなど、今日の自動サービスの基盤となるようなサービスを提供した。また、学校と協力したサービスもこの頃から始めている。ニューヨーク公共図書館、アンキャロル・ムーは、1914-1906年に、ニューヨーク公共図書館の館長ジョン・ショー・ビリングスに、壊れて、同図書館の自動図書の責任者となった。当時、 ニューヨーク公共図書館には35の文館があり、ムーアはすべての文館に児童室を設置した。ムーアは全文館を回って児童担当者と会合を持つようにした。そして、児童室の利用の年齢制限を廃止し、ノンフィクションの増床を増やし、ストーリーテリングの時間や展示、学校へのサービスなどを行った。1911年に、 ニューヨーク公共図書館本館が新設され、館内に自動サービスの中心となる自動室も設置された。ムーアはこの自動室を色鮮やかに飾り付け、子供向けの内装にした。この室内はその後の自動図書館のモデルとなった。この頃、ボストンで自動書専門店を作る計画を立てていた。 バーサマホーニにミラーにもあっている。ムーアは、週刊出版人のメルチャーや、アメリカボーイスカウトのマッシューズと組んで19、1919年から、児童図書週刊を開始した。1919年頃は、アメリカでは、児童図書の出版が盛んだったが、その質は、玉石根高であった。ムーアは、図書館に子供に読ませたい良い本が少ないという、考えから、 自動図書の書評を行うようになった。ムーアは1918年から1926年までザブックマンの自動書評欄を担当した。ザブックマンは1926年に廃刊となっている。1924年から1931年までニューヨークヘラルドトリビューンの自動書評欄を担当した。この書評欄はサンバの袋を 3QWLS というタイトルで、フクロウ、著者、画家、批評家になぞらえ、それぞれが良い役割を果たすことで子供にとって良い本ができるという意味を持たせたのだという。1936年から1940年まで、ムアは、ホーンブックマガジンに、3QWLS ノートブックという書評を連載した。 サッシエやファンタジー作品の重要性を解き、以後の児童文学に大きな影響を与えた。また、アメリカの児童文学者のみならずビアトリックス・ポターなど、国外の作家とも親交があった。また、彼女自身も2作の童話作品を執筆している。その他に、ローズ・ツー・チャイルドドと称される3冊の随筆や、ビアトリックス・ポター没後の1954年に彼女と、 その作品について語った、ザート・オブ・ベアトリックス・スポッターに序文を寄せている。この伝記はポッターについての初めての伝記であった。1941年に70歳でニューヨーク公共図書館を退職した。ムーアは退職後も児童文学と児童の読書活動に関する評論を続けた。また、カリフォルニア大学バークレー校の図書館学校で教弁を取った。 1961年1月21日、89歳で死去。1925年、ムーアが書いた、児童書、ニコラス、エーマンハッタンクリスマスストーリーが、ニューベリー昇華作に選ばれた。1940年、メイン大学から、文学博士号が授与された。1941年、女性全国図書館協会がムーアに、 最初のコンスタンス・リンゼースキマー賞を授与した。1955年にはプラット学院から文学博士号が授与された。1960年にカトリック図書館協会からレギナ賞を授与された。アンキャロル・ムーアに関する文献は数が少ないがフランシス・クラーク・セイヤーズによる伝記、アンキャロル・ムーア、A バイオグラフィーがある。また、絵本、ミス、 アソーとアザーワイズがある。ありがとうございます。